今回紹介するのは自分に負けない心を磨く「子供武士道」という本です。背筋がすっと伸びる本二戸稲造の武士道を子供向けにでで紹介した本です。同じ出版社さんから出ている「孫子の兵法」や「最根炭」と同じ斎藤隆さん監修のシリーズの最新刊みたいです。 はじめにによれば武士道は武士の子供たちが教わってきたたくさんの知恵だということです。内容は「やるべきことから逃げない」「言葉と責任はセット」などある意味当たり前のことでも読んでいるうちに子どもの頃に強い心を持った人になりたいとか周りの人を大事にする人になりたいと思った素朴な気持ちがちょっぴり蘇ってきて。 背筋がすっと伸びるような気持ちにさせてくれますそういえばナショナル劇場の大岡越前よく見てたなぁ武士道といえば自分を抑えて組織に準じるイメージがありますが大切な人が間違っていたらきっぱり忠告しようという内容も自分を貫く道なんですね真面目な内容も くすっと笑える可愛らしいイラストのおかげで素直に心に入ってきます子どもの頃にこの本にめぐり合っていたら今の自分も少し違っていたかも小学生のおいっ子へのプレゼントにもう一冊購入しようと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。